ミッチェル・ J ・ファイゲンバウムは数理物理学者。彼のカオス理論の先駆的研究がファイゲンバウム定数の発見につながったことで知られる。ニューヨーク生まれ。ポーランドとウクライナのユダヤ人移民の間に生まれる。ブルックリンクのサミュエル・ J ・ティルデン高校、ニューヨーク私立大学と進学した。1964年、マサチューセッツ工科大学の大学院で研究を開始した。 電気工学の卒業研究に入学し、自身の領域を物理学へ変更した。フランシス・イーロー教授の指導の下1970年に博士号を取得し、分散関係に関する論文を発表した。コーネル大学とバージニア工科大学への短期滞在後、流体の乱れを研究するために、ニューメキシコのロスアラモス研究所に長期のポストを申請した。 そのグループの研究者たちは、乱流の難解な理論を最終的に解明することはできなかったが、彼の研究はカオスマップの研究につながった。1983年にはマッカーサーフェローを、1986年にはカオスの体系的研究を可能にした、非線形システムの普遍的な特性を示す、先駆的理論研究により、ウルフ賞物理学部門を受賞した。 スクリプス研究所の理事会メンバーである。1986年より、ロックフェラー大学のトヨタ教授職を務めている。その他、2008年に、ハイネマン賞数理物理学部門、2017年に、クラリベートアナリティクス引用栄誉賞を受賞。ロジスティック写像の分岐図。ファイゲンバウムは1975年に、 分岐のイベント間の連続する距離の章が4.6692になる傾向があることに気づいた。単一の線形パラメータを含むいくつかの数学的マッピングはパラメータが特定の範囲内にある場合にカオスとして知られる明らかにランダムな挙動を示す。パラメータがこの領域に向かって大きくなるとマッピングはパラメータの正確な値で分岐をする。はじめは一つの安定点があり。 その後2間の振動に分岐し、その後さらに4時間の振動に分岐しこれが続きます。1975年、ファイゲンバウムは支給された HP-65 計算機を用いて、このような連続する周期倍分岐が生じる値間の差の比が約4.6692の定数になる傾向があることを発見した。ファイゲンバウムは、この事実を数学的に証明することができ、 同じ数学的定数を持つ同じ振る舞いがカオスが始まるより前に起き数学的関数の広いクラス内で起こることを示した。はじめ、この普遍的な結果により数学者が混沌としたシステムの明らかに処理しにくいランダムな振る舞いを解明するための最初のステップを取ることが可能になった。この収束の比は一番目のファイゲンバウム定数として知られている。 ロジスティック写像は、ファイゲンバウムが1978年の著名な、論文クアンテ i t ティブ・ウナバーサラティ s A クラス・オブ・ノンリニーア・トランスフォーメーションズで発表した、写像の有名な例である。ファイゲンバウムの他への貢献としては、地図作成において重要で新しいフラクタルの手法がある。これはハモンドにより、コンピュータが地図を描くのをアシストする技術を、 開発するために雇われていた際に始めたものである。ハモンド・アトラスの冒頭にはこのようにある。フラクタル機化学を持ち海岸線などの自然の形状を描写することで、数理物理学者のミッチェル・ファイゲンバウムは海岸線、境界、山脈を再形成して多数の地図宿尺や投影にフィットさせることができるソフトウェアを開発した。 ファイゲンバウム博士は何千もの地図表を数分で配置するコンピュータ化された新たな配置プログラムを作成した。これには以前は面倒な作業が必要であった。ミッチェル・ファイゲンバウムとジョエル・レボーイツ・カレの業績のうちもう一つの実用的な応用には1996年にはマイケル・グッドキンと共にニューメリックスを設立したことがある。同社の初期製品は 外国の金融派生商品や仕組み商品の価格設定に要する時間を格段に短縮するソフトウェアのアルゴリズムであった。ニューメリックスは金融市場の関係者にとって主要なソフトウェア供給会社の一つであり続けている。ウルフ賞受賞時のプレスリリースには彼の業績がまとめてある。ファイゲンバウムの発見がもたらした影響は驚異的である。それは 理論数学と実験数学の新たな分野にまたがっている。非常に純粋であり非常に応用的であるものの、両方に及ぶ非常に幅広い分野にわたる広い影響を受けた最近の理論科学において他にあった発展を考えるのは難しい。ありがとうございます。